マトリちゃん、悪いけど、うちの仕事に口出しは無用。はい、ハウス。いや、このくらいの距離感だったところから、いよいよ迎えるエンディング。服部本編実況、ノーマルエンド編。ヒロインにクソガキユイと名付けて、プレイをしていきます。二つの15年前の事件がテーマになっていて、七死事件はヒロイン抜きで解決されましたが、薬局立てこもり事件はヒロイン込みで解決に向かっています。当時の被害者、佐々木ひとみさんの容態と、その婚約者かつ今回の容疑者、真野匠のその後、どうなってゆくのでしょうか。ご覧ください。どうぞ。今のお話、本当ですか？はい、この数日何度も反応が見られたので確定ではありませんが、可能性は高いのではないかと。これ佐々木ひとみさんの容態かな？それは驚きですね。事件から数日後、佐々木ひとみさんが運ばれた病院から連絡を受けた。それは植物状態だったひとみさんに意識回復の兆しが見えるというものだ。これ服部本編最後の選択肢の時に佐々木ひとみさんの指が動いたかもってヒロインが気づいて、それを服部さんに報告するべきか、周りの誰かに伝えるべきか、何も言わないかっていう3つの選択肢があってね、俺は医療従事者に伝えるべきだっていう話を言ったんだよね。ただこれ乙女ゲームだから正解は服部さんでしょうって言ってそっちの選択肢を選んだんだけれども、これノーマルエンドの世界線だからね、医療従事者に伝えた世界線なのかもしんない。あの時指がピクリと動いて見えたのは見間違いじゃなかったんだ。佐々木さんの親族にもお伝えしないと。そうですね、連絡先もわかりましたんで早急に。ひとみさんは15年前の事件後、家族や親戚とは疎遠になっていた。世間の好奇の目から逃れるべく、真野さんが過去の人間関係を断ち切っていたことが要因だった。真野束縛気質なの？これほんと婚約すら間違っていた説もあるよ。マトリ捜査官の恋人が薬物犯罪の被害に遭う。マスコミには格好のネタだったんだろうな。まあこういう側面あるけど、マスコミも一括りにはできないところあるからね。しかしその孤立がかえって真野さんを追い詰めたのかもしれない。もちろん私の想像に過ぎないし、それで彼の犯罪が許されるわけではないのだけれど、この件真野さんにも知らせるべきでしょうか？伝えてもいいかもしれない。事情聴取が難航しているそうだから。そうみたいですね。かなり精神的に不安定だって。まあ不安定じゃなきゃあんな事件起こさないよね。自身の命を絶つ危険性があるので、厳しい監視下に置かれていると聞いている。それがまたストレスになってんじゃないの？けれど、ひとみさんに回復の兆しがあると知れば、少しは希望を持てるかもしれない。俺たちが病院に来ていることは、捜査一課には伝えてある？はい、今朝メールしました。ひとみさんについて、医師から病状の説明があるため、ということも。それなら先ほどの話を真野本人に伝えるかどうかは向こうに判断を任せよう。俺はこの後会議があるから報告を頼む。わかりました。うん、まあ捜査は警察側の監視下にあるってことね。へえ、それで朝から病院に行ってきたんだ。うん、関さんと。病院から警視庁へと直行する。事情を話すと、真野さんが取り調べを受けている部屋へと案内された。失礼します。ノックの回数2回はトイレのノックの回数だけどね。菅野くんがドアを叩くと、中から服部さんが出てくる。扉の隙間からは、真野さんらしき背中と、こちらをちらりと見る朝霧さんの姿が見えた。お客さんをお連れしました。で、そのお客さんの要件は？今朝メールしました通り、佐々木ひとみさんの病院へ行ってきまして、医師から聞いた内容を服部さんに報告する。あんまり大声で言っちゃうと部屋の中にいる魔女にも聞こえちゃうよ。こちらの呼びかけに対し呼吸音が変化するなど、
今までになかった反応が見られます。ただ、いつ意識回復するか、回復後に意思表示ができるかどうかは現時点で不明です。なるほど。今日はいろいろと動く日ですね。こちらでも何かあったんですか？マノが供述を始めたんだよ。二人の話によると、今朝のマノさんは随分と気持ちが落ち着いていたらしく、薬物ルートに関することや Z 病院での違法行為について供述し始めたらしい。この黒いつながりね。自身の犯行動機としては、ひとみさんの治療費がかかること、さらには15年にわたる服部さんへの復讐心など、全てを洗いざらい話したそうだ。この15年間 R 社に気持ちが向いてほしいところだったけどね。なんなら R 社の摘発したのも服部班だからね。事件を防げなかった警察への恨みが自分の突入を制止した刑事に転換したってわけ。うん、 R 社摘発したの俺だよって服部さん言った、ちゃんと。あとは自身がマトリだったのにっていう自責の念かな。複雑ですね。どうなんだろう、複雑というか歪んでるのは間の自身だけって感じもあるけどね。衝動的な犯行ではないからね。ノブ君への傷害も、私に罪をかぶせようとしたのも、屋上でひとみさんを道連れに死のうとしたのも、なんなら R 社と同じような手口というかね、やろうとしたくらいだったからね。そこの模倣犯やっちゃうって思ったけどね。すべて服部さんの心に傷を負わせることが目的だったらしい。自分よりも周囲を傷つけられる方がダメージは大きいってわかるな。世の中の全員がそうとは限らないけど、大抵は心に来るんじゃないですか。まあこれはちょっと性善説に基づくところもある感じはするけどね。それに魔の自身が経験していることでもある。情状酌量になりますか。どうかな。犯罪は法律の外側にも被害者を生む。深いこと言うね。佐々木ひとみの件、マトリちゃんから伝える。こっちで巻き取ってもいいけど。いえ、医師から直接説明を受けたので、まあこの辺は元薬剤師のヒロイン、まあそしてマノもね、まあ現薬剤師と言っていいのか、さすがにもう席は外されてるとは思うんだけれども、まあ薬剤師同士で医療関係の話はした方がいいんじゃないかな。私から伝えたいです。また激になるよりね。じゃよろしく。服部さんが取調室のドアを開ける。はい。マノさんと対面するのはあの屋上での出来事以来だった。疲れた表情と物悲しい視線に、以前の彼を知っているだけに一瞬ひるみそうになるけれど、ぐっと前を向き部屋の中へと足を踏み入れた。まあ専門用語で会話しても伝わるだろうからね。まあ適任じゃないかな、ヒロインから伝えるっていうのは。以上が医師の見立てです。ひとみさんについてあらましを告げると、マノさんは呆然としていた。言葉を発することを忘れたかのように放心している。そんな、あれだけ何をしてもダメだったのに。服部さんは油断なくマノさんを注視している。私も話しながら表情や動きの変化に注意していたけれど、目の前の彼は想像していたものと全く違った。やっぱり一人で死ぬべきだった。正直この報告に多少の喜びや安堵の表情が浮かぶと思っていたけれど、目の前の顔は苦悶に満ちている。この辺安易に描かないところがスタマイの大人っぽさっていうか、精神年齢の高さというかね、俺も個人的にこういうスタマイの好きなところ、あげるとしたらこの大人っぽいところなんだよね。今さら取り返しがつかない。どういうこと。もし彼女が目を覚まして俺に道連れにされかけたことを知ったら何と思うか。さすがに目を覚ましてすぐにはその事実を伝えたりはしない。
しかしいずれ何かしらの形で知ることは避けられないはずだ。ならばいっそ目を覚ましてくれるな、と思う？自分勝手な話だよね。このまま深い眠りの底に沈んでいろと、結局は自分の保身じゃねえかっていうところあるよね、マノ。いや。マノさんははっきりと首を横に振った。まあ、もともとは嫌なやつじゃなかったっていうところを思うとね、まあ、歪んでいってしまったっていうところだから、擁護したい気持ちも若干はあるけどね。たとえ事件前のような体じゃなくても、俺を認識できなくても、瞳として生きていてほしい。それは、瞳さんも同じなんじゃ。え？こんだけ束縛されても？目を覚ましたとき、マノさんがすぐに会えない場所にいても、いつか会える日を信じて生きていくことができる。あなたが眠り続ける瞳さんを支えにしたように。人は一人では生きられない。なんて陳腐なことを言うつもりはないけど、自分のためだけに生きるのもなかなかしんどい。そうね。誰かを恨む感情は否定しない。でも恨んだ末の行動がいい結果を生むとは思えない。これを服部さんから言われるっていうね。新たな悲劇を生むだけだ。結局 R 社の模倣犯みたいになってるわけだからね、なんなら。思い当たるところがあるのか、マノさんが顔を伏せる。まあ、でも賢いはずだから薬剤師になれたり、マトリになれるくらいね。だからこの話はすっと理解できているはず、マノもね。しばらく机に突っ伏すようにしていたが、やがてうめくようにつぶやいた。真っ暗闇だ。俺はどうすればいい？自分の人生は自分で決めてほしいところだけど、助言するなら。なんだ？死ぬな。やっぱりこれが神髄としてあるよね。お前が犯した罪の被害者のためにも、生きて償うこと。まあ、実際 Z 病院でね、闇の取引に加担していたっていうところで、違法薬物の流通に携わっていたわけだからね、マトリを経験した上でそっちもやっちゃうなんてねっていうところはあるわけで、まあその違法薬物の被害者っていうのはいるわけだからね。そしていつか、だからここで描かれてない被害者たちっていうのもいるはず。目を覚ました瞳さんと再び会えることを信じて。未来は誰にもわからない。でもそれがマノさんにとっての生きる糧となってほしい。楽観的かもしれないけれど、今はそこに希望を見出さずにはいられなかった。マノさん、明らかに塞ぎ込んでましたね。希望を与えられたのか、それとも新たな絶望の扉を開いたのか。なんか後者な感じはするよね。一般的には前者なんだろうけれども、マノの人生を振り返ると、まあエリート人生だと思うんだよ。マトリになって、で薬剤師に転職して、で婚約者もいて、旗から見たら順風満帆。まあもちろん本人からしたらね、努力や苦労が詰まっているとは思うんだけど、でもそれでもその努力とかが報われて結果を出してきた人生だったのに、薬局立てこもり事件があって、で絶望の扉を開いて、で挙句の果てに15年後には黒いつながりもあってっていうところだからね。まあそれを思うと絶望の扉っていう選択肢も見えるタイプなんじゃないかなと。まあエリートの挫折だからこそね。もし後者だとしたら告げない方が良かったでしょうか。それは本人のみぞ知るものでしょう。まあこの辺は服部さん自身もエリート人生だからこそ、まあ転落しちゃった場合というかね、絶望の扉を開いたパターンが真野さんの姿なのかなっていうところはあるよね。こっちは事実を伝えるだけ。取調室を出て服部さんと並んで歩く。
するとその先で何やら受付のあたりが騒がしい。お願いだからここに呼んでください。ですからどういったご関係で？俺と服部さんの関係はもう S ではないからね。情報提供者ではない。俺って事件の被害者なんで、担当刑事さんにお礼を。個人的なお礼はちょっと。伝言は受けたまわりますが、芸能事務所じゃないからね。ここはプレゼントの受付場所ではないよ。だから、のぶくん助け船。あ、受付で騒いでいるのはのぶくんだった。アラフォー疑惑もあるのにこんなとこで騒いじゃって私とそして隣にいるのが服部さんだと分かると、その顔に笑みの色が広がっていく。まあこのいでたちなんだけどね。まあ実際ね、こののぶくんが狙撃された時っていうのは、まあその時ヒロインが濡れ衣着せられた問題はあったにせよ、報道的には20代から30代の男性っていう話もあったし、まあ他の話をたどっていくとアラフォー説があったんだよね。まあでもさすがに服部さんよりは年下ってことになるのかなってとこだけど。服部さん、無事だったんですね。ご覧の通り。よかった。さすが、撃たれても不死身っすね。声が大きい。情報提供者でしょ？情報のこと大声で言ったら。あ、すいません。のぶくんが肩をすくめる。でもこういうタイプの子可愛がるよね。なんか、夏希くんを可愛がる感じと似てるというかね。私も周りに聞こえないよう、小声で話した。のぶくん、どうして服部さんが撃たれたことを知ってるの？え？あの時気づかなかった？うん、危ないって言ったの多分のぶくんかなって、プレイヤー目線では思うところだよね。のぶくんが退院して現場に行かなきゃみたいな感じだったからね。あの時？この前の雨の日。ただヒロインからするとなかなか結びつかないとこかもしんないね。うわ、警官隊が取り囲んでんじゃん。やっぱこの病院やばかったんだ。俺が Z 病院に到着した時には雨は小降りになっていた。まあ Z 病院が怪しい場所だっていうのは情報を掴んでいたんだね。何台ものパトカーやら輸送車が並び、捜査の物々しさを伝えている。マノは逮捕されたのかな。服部さんは？もっとよく見たいけれど規制線が張られ敷地内には入れなそうだ。近づけるギリギリの場所で身を隠し、中の様子を伺っていると、あそこにいるの。建物から服部さんが出てきて声を上げそうになった。他にはゆいちゃんや見覚えのある刑事たちも。まあ実際つながりあったっぽいからね。まあ朝霧さんとかは認識してるかも。手錠をかけられた魔を囲むようにして歩いている。病院の連中も逮捕されたってことかな。よかった。ほっとして大きく息を吸おうと空を仰いだその時。ん？病院の屋上に何かが光って見えた気がした。目を凝らしてみると地面を覗き込むようにしている人影がある。あ、偶然見つけた感じなんだね。まあ、Z 病院っていうアジトまでは情報を掴んでいたけど、その先は偶然だったんだ。あいつ、俺をやった外国人じゃないか？シュガーね。ってことは、男が地上に向かって何かを構える。俺は考えるよりも早く叫んでいた。服部さん、危ない！その直後、乾いた音が響き、あたりが騒然となる。服部さんの怒鳴る声がここまで聞こえてきた。屋上にいるのがシュガーだとしたら、奴の狙いは、どっちなんだろうね、服部さんなのか、それとも口封じのために口止めでね、魔能を狙っているのか。まあでもこれも後者なのかな。服部さんが魔能の体をかばうのと数発の銃声とどちらが先だったのかはわからない。あ、やっぱこのかばう感じっていうのはやっぱり魔能が狙われてるっていうところね。まあ、あとはこの危ないって言ったことによって急所を外す動きができたかもね。一瞬の差なんだろうけど。次に見たのはゆっくりと崩れ落ちる姿。はっ、
服部。服部さんが倒れ、警官隊が一斉に銃を構える中、誰かの叫ぶ声がする。全員建物内に退避。嘘だろ。いやでもこの一言が救ったよね、影の救世主。服部さん、俺の声に気づいてました？さあ、否定しないってことは気づいていたね、きっと。で、なんであの日いたの？そもそもね、退院していたことも知らないぐらいだよね、こっちはきっと。あ、そうですよね。どうして家宅捜索の日付を？それはまあ、いろいろ。情報漏れてるって思うと、それはそれでずさんなんじゃないのかって思っちゃうからね。俺の情報網を舐めてもらっちゃ困るな。年齢詐称の方もね、まあ別に詐称はしてないんだろうけど。服部さんに会えて安心したのだろう。のぶくんは喜びが隠しきれないように胸を張っていた。服部さんが無事か気になって何度かここへ来て、中から出てこないか張ってたんですけど、ここ警察病院的な感じなのかな。会えなかったんだ。出入り口はここだけじゃないから。あ、これはあえて会わないようにしていたのかもね。で、場所でも変える？それを待ってました。話があります。まあ、服部さんとしてはこのノブ君をもう危ない目に遭わせたくないから、情報提供者 S としての契約は切ろうっていう話だったんだけどね。3人で会うの久しぶりっすね。本当だね。服部さんを挟んで3人でベンチに座るというちょっと不思議な光景。この状況が嬉しくて仕方ないのか、今日のノブ君はいつにも増してテンションが高かった。このまま3人で飲みに行きます？そういう気分ではなさそう。私この後職場に戻らないとだから。ノブ、要件は？結論から言えってやつね。じゃあ言います。ノブくんが意を決したように勢いよく立ち上がる。そして服部さんに向き直り、深々と頭を下げた。もう一度服部さんの下で働かせてください。さあどう答えるかだね。働くって？S に復帰させてほしいんです。さっきまでのにこやかさは消え、怖いぐらいに真剣な表情だ。マノの件に関しては本当に俺のミスでした。ゆいちゃんにも嫌な思いをさして、謝っても謝りきれません。まあ濡れ衣着させられちゃったからね、結局ね。ノブくんのせいじゃないよ。まあそうね、そもそもマノが悪いっていうところ。いや、俺が勝手な判断で動いたから。今度は何かあったらすぐ連絡という基本を忘れません。だから、まあ確かにね、ほうれん草は大事。古着屋では食べていけないって？ いえ、俺一人食うぐらいは余裕です。でも金が目的じゃなくて、俺を救ってくれた服部さんの力になりたいんです。お前の言い分だと命を救われたのはこっちだけど。いや、あんなもんじゃ恩返しが足りません。いやでもその命の恩人からの願い断りづらいね。恩を与えた覚えはない。いや、これこそいいやつのセリフ。あは、でしょうね。俺が服部さんからもらったのは目に見えないものだから。いつだったかノブくんが話してくれたことを思い出す。確かあの時もこの公園だった。思い出の公園。犯罪って案外遠いもんじゃなくってさ、誰んでも道を踏み外す可能性ってあると思うんだ。でもそこで踏みとどまれるかどうかは自分の意思はもちろん環境とかにもよるわけで、俺には服部さんという信頼できる人がいるから、これからも踏みとどまる努力ができる。
いや、こう思わせる警察官ね。刑事の鏡だよね。初めて会った時から思ってた。この二人、まるで兄弟みたいだって。意外と歳も近そうだしね。ダメですか？服部さんが何も答えないままなので、のぶくんの表情が曇り始める。条件つけてくれてもいいです。直接会わずに、情報を伝えるだけにするとか。それ、変わらないでしょう？確かに、会っても会わなくっても、情報屋としての仕事は変わらない。危ないところに足を踏み入れるっていうところは変わんないもんね。それだと、まあ、服部さんの心配事項は拭えないってことだね。じゃあ、なんで OK してくれないんですか？大切だからこそだけどね。やっぱ立場的に俺みたいなのと関係を持つのは、それは今更じゃない？のぶくんが助け舟を求めてこちらを見る。病院のロビーの時のように。それと同時に服部さんも釣られたように私を見た。うわ、難しいタイミング。発言を求められてる？もしかして勘違いかもしれないけど、今まで私が見てきたことを信じて思い切って口を開く。あのね、服部さんと私、のぶくんのお店に行ったんだ。あ、その時の話をするんだね。俺の店？想定外の内容だったのか、のぶくんがキョトンとした顔をする。あの古着屋に？いつ？と、今日はここまでにしておこうかな。ここまででノーマルエンド編の折り返し地点なんだけど、動画撮ってみたら結構ボリュームがあったんでね。次回はノーマルエンド完結編になるはず。で、のぶくんの古着屋での話、服部さんが感情的になった珍しいシーンを振り返ることになりそうです。それにしても、アラフォー疑惑ののぶくんね。おっさんなのに20代前半のファッションセンスをしているのに、古着屋だけで飯を食っていけるのか心配だよね。まあ別に古着屋店員はおしゃれじゃなくってもできるか。それはさておき、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。